ありがとうございました。スマホ鳴ってるぞ。なんて返せばいいんだ。まあそれでいいから、とにかく送ってやれ。ん？この着信音は。あれ？ササル先輩、こんなところで何してるんですか？かくれんぼ？ササラ？なんでもないの。あんな近くにいたのか。部長さん、ちょっと気になってたんですけど、ササラ先輩と喧嘩でもしました？いや、最近なんとなく様子が変な気がしましてですね。もちろんニコの気のせいならいいんですけど、ササラ先輩も部長さんも本当に優しい人です。二人がうまくいかないのはニコ悲しいです。ササラ先輩はいつもニコたちをすごく優しい顔で見ていますよね。いつも一歩外から見ている気がします。それがともに寂しく思います。
張ってください。きっと分かってくれますよ。生きてさえいれば何度だってやり直せますから。ササラ、キーは邪魔しない。部長とゆっくり話してくれ。ありがとう、キーちゃん。部長ちゃん、いろんなことをお話ししましょうね。うんうん、そうなのよ。息子も娘もすごくいい子でね、私がこの年になってからはよく孫を連れて遊びに来てくれるのよ。もうすぐ会えなくなるって分かってるのよね。うん、日々体は衰えて心は鈍っていく。自分が朽ちていくのを感じるの。死が近づいてくるのを感じるの。ううん、決して怖くはないのよ。もしかしたら歳をとって頭が鈍くなっていくのは死ぬのが怖いってことを薄れさせるためなのかしらね。自分がそんなだから若いあなたたちがとても眩しくて美しく見えるのよ。だからあなたのことが大好き。帰宅部のみんなのことが大好き。部長ちゃんがいくつなのかは知らないわ。でもきっと私より年下なんでしょ。違ったらごめんね。あなたはまだたっくさんの可能性を秘めてる。何でもできるもの、何にでもなれるもの、とても愛おしいわ。あなたにも大変なことがいろいろあったのよね。現実に帰ったらいっぱい頑張ろう。時間はいっぱいあるんだからね。わかったでしょ、私があなたを守る理由。もうあなたは私の家族なのよ。よかった、これからもあなたたちのために頑張るから。ありがとう。私無理はしない。一緒に現実へ戻れるように頑張る。約束するわ。どうした？我が半身よ。ササラ、ありがとう部長。うんうん、私の、もしかし自分がそんなだから分かったから、あなたの部長ち、あなたね、分かったでしょ。もう分からずやなんだから言うこと聞かないとダメでしょ。
何それ、もう変な部長ちゃん、全部わかっててそれでも死んじゃダメだって言うの？私がそういうことを言うのが嫌だって言うの？見ず知らずの私の命をこんなに惜しんでくれるなんて、ありがとう部長ちゃんは。本当にいい子、偽物の世界でもあなたに出会えたこと、そこはリグレットちゃんに感謝してる。話を聞いていて思った。いずれ消える命だからと、残り短い命だからといって大事にしなくていいわけじゃない。いくつだろうと、死んだら悲しい。同じ思いだみんな。キーもササラが死んじゃうなんて悲しい。死ぬなんて言っちゃやだ。キーちゃん、そっか、自分勝手だったね私。それにもう部長はササラの家族なのだろう。部長がどんなやつかササラは知らない。やり残したことあるじゃないか。確かに生きてる間に会ってみたいな。部長ちゃんにもみんなにもぜひお家に来てほしいわ。お話ししたいことがいっぱいあるもの。子供や孫にも会ってほしいわ。共に戦った私の仲間なのってあなたを自慢させてほしい。死ぬまで死ねないね私。とっても素敵な人生だわ。去年の垣根を越えて放課後に一緒なんて、二人はすっかり仲良しですね。たまたま会っただけだ。おう、バッサリ否定してくるな。照れなくてもいいじゃないですか。先輩をお兄さんのように慕う弟って、ニコ、需要あると思います。はあ、ニコさんは随分暇そうだな。え？まあ、忙しいかと言われたら暇ですけども。ちょうどいいところに来たね。俺は沖玉ストリームの方を回る。反対側は部長とニコさんで。リョウ君？ていうか一体何の話です？学士のゲリラライブの情報が入ってな。
何かの手がかりになるかもしれないからパトロールに来たのだ。ニコも行こう。デジヘッドと遭遇するかもしれないし。いや、先に帰ります。放課後は家族と一緒にいたいので。おう、そうか。そうだ、ニコの家ここから近いんで、部長さん遊びに行きませんか？もちろんです。鉄は熱いうちに打てです。待て待て、デジヘッドを正気に戻すことは帰宅部の大事な仕事だぞ。リグレットのパワーは人々からの声援だ。つまり奴の力を削ぐことにつながる。どうせ倒しても復活するのに。ん？何でもないです。それじゃあニコはここで帰りますね。ニコのやつ、なんだかいつもとずいぶん様子が違ったな。そうだな、こっそり後を追いかけてみるか。リュートに連絡しておこう。確かこっちに来たと思ったんだが、見失ってしまった。何を見てるんだ？表札？駒村、ニコの名前もあるな。全部で4人分の名前が書いてある。4人ということは父と母、ニコと他にもう一人？反応がないな。仕方ない、リュートと合流しなければならんし、今日のところは帰るか。なんで家になんか誘ったんだろう。泣き言でも言うつもりだったのかな、私。安心よ。どうした？我が半身よ。いいもん揃えてるよ、お客さん。また来るんだぞ。新たな力を解放する権利をやろう。これでいいんだな。どうした？我が半身よ。どうすればいいんだろうな。部長はわかるか？正直出会った頃のキーならマリエを殺せと言っていたと思う。今はわからない。おはようキー部長、よく眠れたか？
僕も。ねえねえ、聞いた？病院閉まってるんだって。マジで？休んでる子いっぱいいるのに。ドクトルの話だと病気は放っておいても治るみたいだし、病院が閉まってても大丈夫だろうけど。なあ銀、お前何かいいこと思いついたか？全然。とにかくマリエちゃんを早く助けに行かないとってことぐらい。けどその後は考えはまとまってないね。おはよう。うい、山本。ひどい顔。その調子だと何かあった？当ててみせようか、雨吹マリエ。貴様。先に言っとくけど、細かい事情はココは知らないから聞かないでね。それにしても、はあ、だから雨吹マリエには気をつけろって言ったのに。やはりお前はマリエのことを知っていたのだな。まあね。それよりいいの？さっきからのとくんが怖い顔で見てるよ。僕だけ話が見えないんだけど。どういうこと？それに山本、お前またなんか企んでるんじゃ。完全に濡れ衣。あと山本って呼ぶのやめて。じゃあココア。やっぱやだ、あんたにココア呼ばわりされたくない。じゃあなんて呼べばいいんだよ。それよりねえ、ココアの話嘘じゃなかったでしょ？少しは信用する気になった？よかったら放課後話さない？場所は、そうね、電車の中なんてどう？こんなところに隠れてたなんて。道理で見つからないはずだよね。お前キューピー？ああ、ドクトル。元気じゃなさそうね。帰宅部側の人間だったか、メギツネメ。それは誤解だよ。ココアはあくまで中立。おいバーチャドール、なんでこの女がここにいんだよ。なんだ、いろいろあってだな。別にいろいろはないでしょ。休戦しようってココアから持ちかけたのね。えハニー、そんな大事なことを黙ってたなんて。あー、聞いた？コバト先輩。うっせえよ。みんなを惑わせてしまうと思ってしばらく黙っておいた方がいいかと。申し訳ない。休戦って帰宅部に協力してくれるってこと？今のところはね。ココアが知ってることなら話してあげるよ。とりあえず現状を話せ。病院には手を出せずにいるみたい。リドゥとは異なるルールで変質化してるとかで。すごくない？リグレットすらも手を出せないんだよ。こんなの初めて。変質は得意点の力によるものだ。簡単には手出しできない。無理に刺激すれば世界崩壊の可能性すらあるからな。つまり雨吹マリエを生かすも殺すも今が先手を打つチャンスだよ。でしょ？黙っちゃってどうしたの？ドクトルならバックドアのキー知ってるよね。本拠地には権限があるもんね。バックドア、そんなものがあるのか。バックドアって何？キリコちゃん、私に聞かないでよ。何でも知ってるわけじゃないってば。コンピュータセキュリティの用語で、文字通り裏口のことだ。正規の手続きを踏まずに内部に入ることが可能な侵入口を意味する。裏口から中に入れるってことですね。んだよ、そういうことは早く言えよ。このクソ医者。クラン家がまだ病院の中にいるんでしょ？今は帰宅部に情報を渡して助けに行かなきゃ。お前なぜそれを？当たってた？カマ
間かけただけ。貴様だっていつもべったり一緒なのに、こんな肝心な時隣にいないなんておかしいもん。そもそもこんなことになったのは先生たちのせいじゃない？どういうことです？得意点を知る者は天吹マリエにストレスがかからないよう直接手は出さないって約束だったんだよ。得意点に何かあったらリドゥが壊れちゃうでしょ。それが帰宅部に入ってるなんて学士からしたら最悪のケースなわけだけど。だからお前マリエちゃんにはよそよそしかったのか？だって触りたくないもん、そんな地雷。リドゥにはまだ壊れてもらっちゃ困るんだから。あ、もしかしてドクトル思いのクラン家が勝手にやったこと？納得。わかった。病院に俺を同行させると約束するならバックドアを開けてやる。ブラフマンが未だ手をこまねいているのが本当なら内部はかなり面倒なことになっているはずだ。俺一人で中に入ったところでクラン家のところまでたどり着けなければ意味がない。協力する意義がある。一応筋は通ってるな。よし、そうと決まれば今すぐに病院へ出発だ。なんつうか不気味だな。もっと綺麗な病院でしたよね。すっごく古臭くなってます。これは、やはり待合室から奥には行けそうにないな。うん、別の入り口を探すしかなさそうだ。仕掛けになってたんだ。丸ごと変質していて使えない可能性もあったがな。山本も詳しいことは知らなかったのか？アクセス権限がないと見えないの。っていうか山本って呼ぶのやめて。あの、なんで嫌なんです？山本いいじゃないですか。いっぱいいる、覚えやすい、画数少ない。それが嫌だっつってんの。全然可愛くない。早く名字変えたいのよね。旦那様の名字を名乗るのが夢よね。珍しいね、夫婦別姓を望む人が多い時代に。世間の流れはお好きにどうぞなんだけど、夫婦同姓に夢を見る女の子の感性まで否定しないでほしいもんよね。それもそうか。おい、もういいか。今からロックを外す。その代わり俺を必ずマリアの元に連れて行け。期待をかけるのはお前たちの勝手だ。好きにしろ。だがお前たちの指図は受けない。先生、どうもありがとう。ぶち殺されそうになったってのに、ブッチョも姉さんも人がいいよな。あの、キー君、部長君、今回は俺を前線に加えてください。翔太先輩、どうしたの？井出口さん、クラン家はクラスメイトです。戦う前に話がしたいんです。お願いします。病院全体を変質させた得意点の力もバックドアには及ばなかったようだ。いってらっしゃい。え、お前は行かねえのかよ。行かないよ。みんなと一緒にいるとこ見られたらブラフマンに言い訳しようがないじゃん。お前な、ココアが学士でいる方が帰宅部にだってメリットあるでしょ。ここで見張っててあげるから何かあったら連絡するよ。
ココアこう見えて結構けなげなの。覚えといてね。おい、グズグズするな。病院の変質がこれで収まるという保証はどこにもない。ああ、行こう。これで学士と帰宅部のパワーバランスが少し変わるといいんだけど。リグレットと雨吹マリエ、どっちもブラフマンの手の中にあるのって偏りすぎててちょっと嫌な感じだし、どういう結論を出すのかな、ハニーは。卑怯ではないでしょうか。さてさて、どうしたものか。どうしたものか。切り捨てごめん。手加減はなしだ。全力で行くぞ。頑張ります。おかけします。スイッ、めんどくさ。いきますよ。もたせてもら
惑おかけします。調子が。さてさてどうしたものか。めんどくさ。迷惑おかけします。調子が。もらえるもんはもらっとけい。切り捨てごめん。どうしたものか。さてさてどうしたものか。手加減はなしだ。全力で行くぞ。頑張ります。切り捨てごめん。手加減はなしだ。さ、行くよ。
したものか。全力で行くぞ。切り捨てゴム。頑張ります。さてさてどうしたものか。俺たちの勝ちです。手加減はなしだ。さあ行くよ。切り捨てゴム。どうだ。全力で行くぞ。頑張ります。俺たちの勝ちです。手加減はなしだ。さてさてどうしたものか。どうしたものか。切り捨てゴム。どうだ。全力で行くぞ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。このみっけ。
蹴散らそう、キリコ。真っ二つにしてやる。頑張ります。さ、行くよ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。さ、行くよ。頑張ります。手加減はなしだ。切り捨てごめん。全力で行くぞ。切り捨てごめん。頑張ります。みんなお疲れ様。さあ始めよう。行くよ。手加減はなしだ。どうしたものか。どうだ。こちらにこ、設置完了。
してごめん。はい、全力で行くぞ。頑張ります。さあ行くよ。手加減はなしだ。切り捨てごめん。まだまだ。スイ、俺たちの勝ちです。もらえるもんはもらっとけい。なかなかやりそうじゃん。どうしたものか。さてどうしたものか。全力で行くぞ。手加減はなしだ。はい、ご迷惑おかけします。まだバグが。せい、切り捨てごめん。全力で行くぞ。
けします。手加減はなしだ。まだまだ。くそ。さてさてどうしたものか。まだバグが調子が。くそ。はい、ご迷惑おかけします。愛にして返してやる。まだバグが。頑張ります。さあ、行くよ。さてさて、どうしたものか。ご迷惑おかけします。くそ。終わりだ。おかけします。めんどくさ。調子が。サボってたの見えてたよ。証拠はあるのかね、キリコちゃん。お、いいもの見っけ。全力で行くぞ。きますよ。どうだ。えいや。さあ、行くよ。
手加減はなしだ。頑張ります。さてさて、どうしたものか。キリステコメ、全力で行くぞ。どうだ。駒村君無事ですか？いや、ゾンタ先輩の方が大丈夫？古い病院ってなんでこんなに怖いんでしょうか。本当だよ、超怖い。デジヘッドどうにかできねえのかよクソ医者。てめえのテリトリーだろ。現状病院を支配しているのは俺じゃない、不可能だ。チッ、どいつもこいつも役に立たねえ。もっとも病院のデータをここまで上書きする権限は俺にもないがな。できるとすればリグレット、もしくは得意点、つまり世界の主であるマリエさん。そうだ、得意点か。ねえみんな、心配なことはたくさんあるけど今は先に進みましょう。うん、そうだな、行こう。この病院の雰囲気、まさかだ。手加減はなしだ。頑張ります。
全力で行くぞ。切り捨てごめん。さてさてどうしたものか。ほい。さ、行くよ。手加減はなしだ。もらえるもんはもらっとけい。やりそうだぞ。切り捨てごめん。全力で行くぞ。切り捨てごめん。調子が。さてさてどうしたものか。ご迷惑おかけします。さ、行くよ。切り捨てごめん。
くおかけします。さすが批判となる出来ですね。お、いいもの見っけ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。まだ頑張ります。切り捨てごめん。とでも言うつもり？くだらない、バカじゃないの？だってこんなバカなことありえない。おかしいでしょ。どうしてよ。どうして私が、私が何今の。何言ってんだよ、あの声マリマリじゃん。今のがマリエ会長？ポッポ先輩の聞き間違いじゃ。ああ、天吹くんとは似ても似つかない。いや、間違いねえって。俺、女子の声は聞き分けられる自信ある。妙な説得力を感じるのはなぜだ。でも、僕やみんなが知ってるマリエちゃんはあんなじゃないよな。まさか、リドゥで見聞きした外見や素振りが当人の本質だと信じているのか。ここにいる人間は誰もダミンを貪りつつ事実とかけ離れた夢を見ている。お前らにも心当たりがあるだろう。それはそりゃマリマリにもいろいろあんだろう。じゃなきゃ今こんなとこにいねえわ。それとも何、ちょっと裏の顔があったからって騙されたなんて言う気かよ。生きてる限りそんなもんだろう。俺たちはみんなそんなもんだよ。コバト、コバトちゃんの言う通りだね。もらえるもんはもらっとけい。
ものみー